方は大丈夫でしょうか。 OK ですか。負けないぞというポーズ。それでは私立の対決第3回戦、夜原対つば九郎、スタンバイよろしく。ドラゴンズファンの皆さん、そしてスワローズファンの皆さんも応援よろしくお願いします。私立の対決第3回戦、勝つのはどちら。レディーゴー。ほとんど当たってない状態ですか。さすがからみとの世界になりますよ。さあ、おやすみなさい。まずはスマッコーナー、どなた。私立の対決第3回戦、ほとんど私立のになっていない状態でした。さあ、勝敗はどうなるでしょうか。先に落ちたのはスマクロということで、ドアラとスマクロ。また一つ対決で参加してくれました、ドアラ、スマクロ、スマミ、メンタロー、2名。